い、こんにちは、スーです。今回はこちら、魔法石9個シーズンスーパーゴッドフェス引いていきたいと思います。はい、今ね、第2の大冒険コラボガチャも来てて、明日ね、月曜日から、式神使いとあやかしのガチャも来るので、本当はあんまり引くつもりなかったんですけど、昨日ですね、土曜日に第2の大冒険コラボ、マームだけちょっと俺まだ出てなかったので、マーム出そうと思ってガチャ配信をね、YouTube 見るため同時放送でやったんですけど、マームね、2、3体は欲しかったので、まあ、100連ぐらい覚悟してたんですけど、なんとですね、配信開始から1、2と2連続でマーム出まして、さらに5回目にもまたマーム出て、マームがもう揃っちゃったのよ。だから、石がね、だいぶ浮いたんですよね。もともと700個ちょっと用意してたんで、100連分ぐらいあったんだけど、470個残ったので、ちょっと今回は残った石で50回ほどね、スーパーゴッドフェス回していこうかなと思います。ではね、ラインナップ見ていきましょう。はい、今回ね、こんな感じでシーズンなんで、バレンタイン秋ね、水着のプレーナー、花嫁のユーリ、あとは星8のところにも、花嫁ゴーザンゼミオ、デノボラ、あとはバレンタインのアンドロメダ、このあたりがね、ラインナップされてる上に、これ今回素晴らしいのがですね、シーウルフ、ノーチラス、さらにノクタリア、ソフィー、セシリア、ラインナップがね、めちゃくちゃいいんすよね。ちょっとなんかロイヤルオークだけはぶられてますけど、マジでね、ラインナップ本当に過去1ぐらいにいいので、石の数も9個ですし、別に確率が特別低いわけでもなくて、みんな 1.5 とかね、2% とかシーズンのやつはあるので、割と引き得なガチャなんじゃないかなと思ってます。ただ、第2の大冒険も来てるし、明日からね、式神使いとあやかしも始まるので、タイミングがちょっとね、やらしいよね。ラインナップと石の数はめちゃくちゃいいんだけど、これだけガチャが混雑してるタイミングでのね、2日間の開催なんで、ちょっとこれは、引く人は慎重に行きましょうね。で、今回ね、シーズンのやつが出るということで、はい、こちら、モンスター購入の方に、幸福の指輪と、パズドラ水着のやつの内輪がね、出ております。これがね、一応、はい、この花嫁の豪山勢とかね、花嫁シリーズ、夏休みガチャシリーズの、アシスト進化に必要なので、この武器が、この武器じゃね、この、モンポで買えるやつが。もし、進化するつもりがあってまだ買ってない人は、早いうちに買っておきましょう。俺前回ね、花嫁のイベント来た時に、これ買うの忘れてて、進化がね、アシスト武器にできなかったんだよね。なんで、マジで皆さんこれ、買っといた方がいいですよ。後からなくなった、みたいなことになっちゃうんで。はい、ということで早速ね、今回こちら、魔法石9個シーズンスーパーゴッドS回していきたいと思います。50回ね、回そうかなと思ってます。はい。まあ、狙いでは、一応シーウルフが1体しかいないので、2体目引けたらいいなという感じですかね。まあ、あとは単純に、なんだろう、シーズン系のキャラとかね、あとは、まあ、なんだ、フェス限出てくれればたまになるんで、最近ちょっとね、台とかも3体ぐらい今回交換したので、フェス限が減ってきてるんですよね。お、オーディン来ました。まあ、でもあれなんだよな、呪術廻戦とか鬼滅とか台とか、石7個系のガチャの交換素材って、お、プレーナー来た！最上レアリティですね。別にプレーナーはぶっちゃけあんまりいらないけど、台とかあの辺はね、動くキャラたちの交換になっちゃうから、赤おでんとかいても交換できないよね。確かネベとかさ、ハスカとかさ、グランディスとかあの辺だよね、交換できるのは。ね、でも本当に、花嫁の豪山勢妙も出るし、今回のラインナップは結構熱いと思います。はい。石も9個だしね。まあでも別に、うまいけど、ラインナップはうまいけど、その石に限りがある人は無理してこのタイミングで引かなくてもいいかなってのは思いますね。第2の大冒険コラボのキャラクターも強いですし、武器とかもね。まあ、式神使いとあやかしに関してはね、ちょっとね、難しいんですよね。あれに関しては、本当に、なんだろう、レアガチャに追加されるガチャだからさ、あいつらは。引くのが相当きついんですよ。だからまあ、美課金の人とかは、もう、確定枠、今回確定あったっけ？ちょっと見てないけど、確定があるなら確定だけ買って、ガチャあんまりね、追うのはね、正直おすすめはしない。式神ね、強いですけど。強いんだけどね。ちょっとあれ、サイレア1点狙いしようと思うと本当に地獄だから交換もないし。まあ、その点、大の大冒険の方はね、まだ交換があるんで、サイレアに関しては3体ね。星7は出すしかないけど。ちょっと引いていきたいと思います。ちょっとフェス限なかなか出ないですね。これ引き悪いんじゃないか？雨の渦目。雨の渦目強いな。まあ、あれだね。花嫁豪山勢妙王も。いや。お、ソフィー行きました。あれ？雨の渦目って消せない状態回復だっけ？さあ。OK。渦目は HP50 倍から消せない回復だね。こいつ強いんだよな。結構ロザリンパーティーのゴリゴリに現役のサブで入って、入れれるから、だいぶ出世しましたね。
をグランディス来ました。もう動くフェスゲンは何体でも歓迎でさえ、まあシーウルフかな、やっぱりシーウルフが欲しいですね個人的には。あとなんかいたかな、シーウルフと、まあ、花嫁豪山勢妙も 3,4 体いたはずだから別に最悪出なくてもいいかな。あ、これあんまりないんじゃないか。あ、めちゃめちゃいたわ、めっちゃいた。でもデネボラの武器ってさ、確かそうだよね、これだよね。あんまり、まあでもあれなんだよな、シーウルフとか、なんだっけ、今回の龍雲祭の隠し進化、隠し要素のなんか進化、あれも確か火と水のたこ焼き染めだったから、割とこのデネボラの武器は面白そう。その辺のパーティーにいっぱいつけたら火力盛りで、ドロキョウ6個ですからね。うん、ちょっと引き悪いかもしれん。これどうなんだろう、各キャラね 1.5% とか 2% とかはあったけど、普段の石10個ガチャに比べて、お、ソフィー2体目、普段の石10個ガチャに比べて確率はどうなんでしょうね、変わんないのか下がってるのか、まあ、上がってることはない気がするけど、9個だし。すげえ芝ドラに見えたわ。昨日のガチャ配信ね、もし見てない方がいましたらぜひね見てほしいですね。ちょっとマジでとんでもないことになってるんで。いや、なんかその1回目2回目もこれネタバレ、さっきも言ったからネタバレだけど、1回目2回目にマームがね連チャンに出たのもマジですごかったのよ、すごかったんだけど、その後もねバランバラン大とか連チャンに出たりもして、結構とんでもない引きをしてるんで、多分確率の倍ぐらい星8が出た感じなので、ぜひ見てほしい。本当に欲しいところだけ出たって感じですね。ちょっと、もし、大の大冒険爆死してる人は、相当飯まずな映像が流れるんで、注意してください。お、シーウルフ来た、これはもう、勝ちですね。やば、俺ガチャ来てるわ、これ。来ました、シーウルフ。リダフレ自分出せますね。あちー、これ。やったぜ。シーウルフ2体目ゲット。はい、ということで引いていきます。いや、いいですね。もうこれで、なんだろう。欲しかった奴らは全員出た。おい、シェリングフォード。こういうこともできるんだよ、じゃないわ、こいつは。よしよしよし。まあ、50回まで行きましょう。このいい流れを切らさずに行きましょう。いいですよ。フェスゲン連チャンしてる。本当はね、別に引くつもりなかったんだけど、その昨日の配信のおかげで、石がだいぶ浮いたんで。まあ、結局、4体出たかな。最初の5回で3体出て、その後にも出て、45回ぐらいで4体引いたんだよね。他にもその、バランとかアバンとか欲しかったから引いてたんだけど、バランも3体出たし、アバンも出たし、ダイも2体出たし、もし気になる方はね、昨日の配信のアーカイブ、1時間半ぐらいあるから、その後に、さっきね、一本切り抜き、自分で生放送のピックアップ切り抜いて、2分ぐらいの動画上げたんで、急ぎの方はそちらでもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい。さあ、そんなこんなで話してたら、もう半分、おい！いいね。バレンタインの秋ね、あんまり持ってない。嬉しい。こいつ2ターンのね、ダメージ無効貫通になったから、だいぶ使える場面増えましたね。1ターンだとやっぱりね、なんだろう、気候上で行ったら、まあ、龍雲祭、巨山祭か。まあ、あいつらは最悪10ターンあるから、いいけど。まあ、パールパーティーとかね、ミネルヴァもワンパンできる火力があるパーティーならいいけど、2ターンぐらいあった方が安心ですよね。その他のダンジョン行くにしても。やっぱ1ターンだけだと、ちょっとね。まあ、ダイとか、あのぐらいのスパンで打てるスキルだったらいいけど、18ターンで、まあ、スキルチャージありますけど、結構熱いんじゃないですか。さあ、いい感じに出ております。ちょっと最後に確率見ましょうかね。勝ってるのか負けてるのか、計算していきましょう。セット。でよくなんか昨日配信しててもどのガチャ引いたらいいですかって、大の大冒険、スーパーゴッドレス、式神使いとあやかし聞かれるんだけど、まあね、俺だったら大の大冒険かな。まあスーパーゴッドレスはないな、まずそのキャラがないんだったらね。ある程度全部揃ってたら SGF 行ってもいいけど、まあ、なんかやっぱり SGF は最悪待ってればそのうち来るから。まあ、ただ今回のラインナップはね、結構特別だから、その花嫁のキャラとか、豪山勢持ってなくてどうしても欲しいとか、そういう場合はもう最優先で引いていいと思うけど、まあ、基本的にフェスゲン
シールフとかロイヤルオーク、ノーチラス、まあロイヤルオーク出ねえけど、ノーチラスとかを狙うんだったら、またの機会でもいけるから、うん、一旦見送ってもいいのかなと思いますね。季節系のキャラが欲しいんだったら、ちょっとまあ水着とかね、なんだろう、ウェディングとかはしばらく来ないと思うんで、引きに行くのはあり。まあ、大の大冒険かな。一回コラボ終わっちゃったらもう全然来ないだろうし、武器もそれなりに優秀なやつは優秀なんで、まあ、どれか迷ってる方は大を引いていいんじゃないかなと思います。式神はね、もう一点狙いがきつすぎて、なんだろう、ちょろっと引くのはあまりおすすめしない。どうせ出ねえから、みたいな感じに俺は思ってる。コンプするまで引くぜとかだったら、まあそういう人はもう質問もクソもねえから、ロイヤルオーク出ました。違うわ。ノーチラスです。はい。ロイヤルオークははぶられてる。その優先順位的には、大が1番。2番目、式神。3番目、SGF。で、SGF の季節系のキャラがどうしても今すぐ欲しいっていう人はもう最優先で引かないと、多分しばらく来ないから、まあ大も同じだね。式神使いはおすすめできるような確率じゃないからあれですね。いや引けるならいいよ、別に新キャラとかを1回2回で引く自信がありますっていう人はぜひぜひ引いてください。なかなかおすすめするのが難しい確率になってるから。さあということでラストかな、これ。おシェリングフォード出ました、ラストね。多分これであと2回なんで終わりですね。50回引きました。多分勝ってんじゃないかな。はい、ということで、フェスゲンと、まあ、季節の対象キャラの確率も見ていきましょう。まず、オーディン、プレーナー。こっからずらーっと出ずに、次がソフィーですね。で、グランディス、デネボラ、ソフィー、ゼローグ、アンドロメダ、シーウルフ、シェリングフォード、ソニア。で、アキネ、デネボラ、ノーチラス、ゼローグ、シェリングフォードか。16体ですかね。ちょっともし数え忘れがあったら、コメントで教えてください。50分の16だと確率は 32% ですね。さあ、ではちょっと本来の確率も見ていきましょうか。数えたんですが、ピックアップされてるところは、アキネプレーナー有利と、この辺のフェスゲンとか季節系のやつ、合わせて 36% ありますね。ってことはこれ負けてんのか。表記の確率が 36% で、実際に出たのは 32%。あ、じゃあ今ので 4% ぐらい負けてんだ。まあ確かにフェスゲンちょっと出ずにね、7、8体出てるところもあるからね、普通のやつが。まあちょっと負けてますね、これは。じゃあ、まあでも確率では負けましたが、シーウルフが出たんで、まあ個人的には勝ちですね。はい、ということで、もしね、このガチャ引こうかなと迷ってる方いたら、ぜひね、参考にしてください。参考になるかわかんないけどね、人のガチャ結果が。はい、ということで、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。